はい、レオンチャンネルです。本日8月27日は、あれですよ。魂ネーション2019の会場限定開催記念商品の事前予約販売ですよ。これこれ、A グループ3種類。8月27日12時と18時から2回ね。で、まず、この A グループは SH フィギュアーズ、仮面ライダービルド、トライアルフォーム、ラビットドラゴン、ラビットドラゴンフォームね、のアーツと、さらに、真骨頂ディエンド。ディエンドさ、普通に一般販売とかありえそうなのに、限定アイテムに持ってくるっていうのがエグいっすね。で、アーツのウルトラマン系からは、ストロングコロナゼロ&ルナミラクルゼロセット。これは2体1セットで、僕はラビドラができれば2体欲しいのと、ディエンドもできれば2体欲しいかなと。またさ、12時になった瞬間にサバ落ちして、あーみたいなことになると思いますけど、どうなることやら。そして29日のあさってね、12時と18時に残り4種類のセイントセイヤとかガンダム系が予約開始になりますね。僕はとりあえず、こっちはいいかな。イベント会場で当日購入もあるんだけど、だいたいそれはいつも限定されてて、今回はバージョンアニメのゲルググですね。ファーストタッチバージョン。で、販売スケジュールとしては、先行がね、これがプレミアム会員みたいな、僕プレミアム会員みたいなじゃない、ランクが低くて、これはいけなかったんですけど、今日27日に第1回目 A グループ、29日に B グループ、で、第3回目9月4日、こっちで時間取れなかったとか買えなかった、買い逃しちゃったっていう人は、9月4日18時から全7週の先着販売がありますね。で、後日販売っていうのは、ディエンドのみ受注で、その他は抽選販売だそうです。これも前情報公開されてなかったけど、情報更新されてますね。東京来れないっていう人は、こっちを狙う形になりますよね。はい、プレバンページにも来ましたが、ちゃんと専用ページ来てますね。これだ。魂ネーション2019事前購入ページ。イベント会場での受け取りの際、身分証明書が必要ですと。承諾する。で、事前購入の時間書いてありますね。今日の12時から。あ、もうあと2分だ!ということで、あと2分。ここが要は、買えるってなるわけだよね。ここでちょっともう待機すればいいのか。で、販売に関する注意事項とかも書いてありますね。以前の動画で、こういう風に受け取るんですよっていうのは解説しておりますので、まあ、ざっくり言うと、今回買えたらもうこれでポチって支払いも済ませて、で、イベント開始の数日前になると、プレイ版のマイページにね、QR コードが表示できるようになりますので、その QR コードを当日見せると、受け取りのところにね、そうすると受け取ることができると。あ、59分!もうね、行くよ。もうこのまま行くわ。このままもう更新する。まあ、どうせ12時になった瞬間に、あーとか言うと思うんですけど。これが買えないとさ、魂ネーションに行く意味がね、半分ぐらいなくなっちゃうからね。もう間もなく。ゴー!ゴー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 今なんか、出たね、数字は。iPhone モバイルでも。あー、完全フリーズしてる。今ね、12時00分。普通のプレバンページは意外と開ける。あーでもここがダメだ。これでもいけるぞ。カートは、あ、カート入ってる、1個入ってる。あ、ディエンド入ってる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 から、あとこっちだ。ディエンドしか入ってない、ディエンドしか入ってない。でもディエンドは入った。選択した商品をまとめてカートに、あ、こういうのがあるんだ。カートに入ればいい。あー、カートに入ってるかどうかも確認できない。あ、でもディエンドはやっぱりね、ディエンドは入ってる。え、やばい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 。やばいやばいやばい。これで、ラビドラ買えないとか、ありえないから。ラビドラ買えないとかありえないから。あ、まだ買える、まだ買える、まだ買える。まだ買える、まだ買える。まだ買える。ちょっとディエンド、ちょっと呼びに買っとく?ディエンド呼びに買っとく?あ、でもラビドラも呼ぶ、もう 2個しとくか。あ、でもわかんない。ラビドラ。とりあえず1個、とりあえず1個、とりあえず1個。とりあえず1個買わせてくれ。あ、モバイルの方で行った。今同時にモバイルやってたんだけど、モバイルの方でインした。あ、モバイルの方がページが軽い。あ、こっちでちょっともうポチッと、あ、カート入った。で、注文ページ注文ページ、あ、重い。やっとこのページまで来た。今12時15分で、スタートからもう15分経ってる。これでいいんだ。
確定。ちょっと注文番号があるから見せられないけど、変えたー、やった、12時16分。よっしゃ、あとはちょっとゆっくり、ウルトラマンはまだあるはず。てか、他の在庫どうなってる？はい、パソコンの方に戻ってきたけど、あ、でもまだ、これさっき一瞬在庫切れっていう風になったけど、また戻ってる。あれかな、みんな決済ミスとかかな。もうこれもうラビドラもう一個余分に買おう。で、これ一個買えばいいや。まとめてカートに入れる。あれ、なんかすごいあっさり買えた。じゃあもう一回ページに戻ると、あ、でもまだね、今12時23分だけど、まだ全然余裕で買えるわ。で、僕なんで2個買ったかっていうと、できればこれラビドラね、なんで2個欲しかったかっていうと、ここ折れるのよ。結構飾りっぱなしなんですよね。で、いつの間にかパキッとラビタンが1個折れてて、で、もう1個買い直した経験があったので、これ1回折れちゃったりしたらさ、絶対かっこいいから飾りっぱにするから、万が一折れた時に予備で持っていくのと、ディエンドはネオ版と通常版の両方で飾りたいから。で、これはね、1個買えば2つ分ルナミラクルとストロングコロナゼロ両方ともついてきますので、1個買えば OK って感じですね。なんだ、なんか余裕じゃん。まだ全然余裕で買えるよ。ということで、僕はもう無事買えましたので、あとは魂ネーションの当日初日に行くつもりですけど、で、受け取って、どちらもね、レビューも速攻でレビューしたいと思います。僕が多分動画出す頃にはおそらく完売、在庫切れになってると思いますけど、今日の18時からまだ販売がね、この3種類はあるのと、で、9月4日に残りの4種類も合わせた全7種類の先着販売が18時から、9月4日18時からありますので、その辺の詳細も全部ね、下にリンク貼っておきますから、今日参戦できなかったよ、お昼参戦できなかったよ、夕方も参戦できないよっていう人は、まあ、でも、時間作ろう。時間作ろう。一瞬、一瞬だから。まあね、欲しい人はポチって当日受け取りに行きましょう。あ、今12時半なんだけど、開始して30分で、ついにラビドラとディエンド在庫なしになってる。で、ウルトラマン系、で、ゼロがまだ残ってますね。でもこれさ、さっき一瞬、在庫なしになったり復活したりするから、18時の回もバッてなくなった後に復活する可能性もあるかもしれませんね。これはちょっと18時回狙ってる人は気をつけましょう。諦めずに更新して在庫復活、まあ、もし売り切れの場合は在庫復活狙うのもありかもしれない。でも12時の、12時回は割と15分から25分ぐらいまでの間が余裕でポチれたって感じでしたね。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。よかった。